こんばんは。性愛 ASMR をいつもご覧の皆様、いつも本当にありがとうございます。さて、いきなりですが、サブチャンネルの動画こより耳かきの撮影中、大変なことが起きました。思わずフリーズしてしまいました。その時の撮影を延期しようかと思うほどです。まずは14秒の動画をご覧ください。可能であればイヤホンをつけてお聞きください。それではどうぞ。ちょっと待ってください。ここで動画を閉じないでください。今のはあくまで例です。イヤホンをつけてた方、わかったと思いますが、上の階の人の帰宅時の音が雑音として入ってしまったシーンです。これは ASMR、音フェチ系の撮影でよくある NG シーンです。他にも、不気味な部屋のきしみ、いつもお勤めご苦労様です救急車、いつもお勤めご苦労様ですゴミ収集車、中二病バイク、マスポーツカーベーションなど、さまざまな音がまれに入り込みます。なので基本的に雑音が比較的少ない深夜帯に撮影を行います。この日も深夜1時頃でした。そしてこの日、初めての体験をしました。早く教えろよ。そう感じている早漏らしな方、多いと思いますので、最初に私が違和感を感じたシーンをお見せいたします。17秒の動画、ぜひイヤホンをつけてお聞きください。どうぞ。ちなみにこのマンション、数年住んでいますが、普段他の部屋の会話の声は全く聞こえてきません。しかしどうでしょうか、耳の良い方はかすかに入った雑音に気がつかれたと思います。一体何の音だったんでしょうか。では次に、違和感が確信に変わった21秒の動画をご覧ください。どうぞ。ペットは不可のマンションなので、人以外の動物ではないはず。隣人の声は聞こえてくるはずないし、幽霊、いやいや幽霊なんてバカバカしい。私はこの事象にフリーズしながら、当時さまざまな考えを巡らせました。では次はもう少し長め、40秒の素材をご覧ください。どうぞ。
まるで阿鼻叫喚。コナン君が近くに来ているのかとも推理をしましたが、黒ずくめの男の声や大きな物事が一切ないことから、私の推理はだろうであると判明しました。つまり近くにコナン君は来ていないということです。ではネクストコナン好き、すみません、ふざけました。今のはミステリーでも何でもなく、食いしん坊の源太くんのお腹の音です。では次は、度重なる様々な雑音でバッサリカットせざるを得なくなった約2分の素材、ノーカットでご覧ください。どうぞ。いかがでしょうか。まあまあ静かなマンションを選んで深夜帯に撮影をしていてもこのざまです。もし ASMR の撮影って案外大変なんだな、そう感じていただけた方、今後はぜひ性 ASMR の動画の雑音の少なさに着目してみてください。何度も聞き直し、雑音を9割以上カットしているので雑音がほぼないことに気がつくと思います。ちなみに仮にこれが天文学的確率で隣人同士の会話だったとしても、著作権侵害、プライバシー侵害、不法侵入など盗聴にかかってくるような犯罪の類には当たりません。そもそも私がこれが誰かを特定できていませんし、もしこれが何かしらに当たるなら街中でロケしてる人全員アウトです。それに今回の事象、私の合成、いわゆる編集かもしれませんし、幽霊の仕業かもしれませんから。では今回の謎解きミステリー、えぐい音だったこと以外は全て迷宮入りにはなってしまいましたが、楽しんでいただけましたでしょうか。あ、ちなみにクライマックスシーンの撮影時にも雑音が入り込んでいたので、最後にそのシーンを流して皆様とお別れしたいと思います。それでは今夜、皆様の幽霊の声に耳を傾けてみてはいかがでしょうか。